皆さんこんにちは、小林祐介です。今回は、はい、個人チャンネルといえばという感じの100の質問に答えていただきます。ああ、ある、はい、よくやってるやつですねよく見る、はい、Twitter とかで、視聴者の皆さんに質問を募集しましたので、それらをもとに100個質問を、持ってきました。はい、はい、ということで、まあ、もうガンガン答えていただきます。なるほど、意気込みの方、はい、いきなり始まります。はい、意気込みの方はいかがでしょうか。意気込み、つまらないように言います。頑張る。では、早速やっていきましょうかね。はい、お願いします。ノンストップでいきます。第100の質問スタートです。はい、お名前は小林祐介です。名前の由来は。本当は大輔だったんだけど、いろいろあって両親から一文字もらって祐介になりました。誕生日は。昭和60年3月25日。血液型は B 型。自分の性格を一言で言うなら真面目。生まれ変わるなら生まれ変わるなら人間。声優になっていなかったら何になっていましたか。ああ、車関係の仕事についてだと思います。自分の中で得意なキャラはどんなキャラですか。叫ぶキャラ何もなってんの。オフの日の起床時間は8時ぐらい。オフの日は何していますか。ああ、とりあえず風呂入る。好きな色は青。好きな季節は秋。好きなアーティストはアシッドブラックチェリージャズダルク。朝起きて最初にすることは携帯見る。自分の好きな体の部位はない兄弟はいますか。あ、姉と妹がいます。最近見た夢はああ、なんかに追いかけられましたわ。苦手なことは何ですか。苦手なことはあんまり思いつかない。お、そう。好きな食べ物は寿司。嫌いな食べ物は椎茸。好きな飲み物は星のコーヒーのアイスコーヒー。今欲しいものは行動力。好きなひらがな1文字は何ですか。ゆ。好きな四字熟語は何ですか。臨機応変。好きな動物はイグアナ。好きなおにぎりの具は鮭。好きなお笑い芸人はパペットマペットさん。幼い頃の夢はパイロット。好きな筋肉の部位は上腕二頭筋何パスタが好きですか。カルボナーラ。座右の銘は失敗しても死にやしない。自分のどんなところが好きですか。芯があるところ今まで演じてたキャラと友達になれるとしたら誰ですか。白箱の平岡。飼ってみたいペットは犬猫。次髪の毛を染めるなら何色にしますか。シルバー。ちょっとした自分へのご褒美は何ですか。とにかく好きなもの食べる。寝るときは真っ暗派ですか小さい電気つけとく派ですか。真っ暗派。今一番行きたい場所は北海道の天空カフェ。新社会人へのエールを負けるな頑張れ。でもたまに休んでいいんだよ。無理すんな。集中したい時によくしていることは何ですか。音楽を聴く。今行きたい国はフランス。明日地球滅亡するよと言われたら何をして過ごしますか。寿司食う。やってみたい楽器は。楽器はあれなんだっけアコーディオン。初恋はいつ6、7歳、視力はいい方ですか悪い方ですか。悪いです。寝起きはいい方ですか。いいです。無人島に一つ持っていくなら何ですか。スマホヤマハ海派、初対面の人と話すコツは笑顔で話しかけよう。今ハマってるスイーツはありますか。抹茶スイーツ。ここで50問折り返しました。ここで一言どんどんいきましょう。最近買った大きな買い物はマットです。最近聴いている音楽は椎名林檎さん。宝くじが当たったらどうする。ほぼ投資に回す。ストレス発散法は何ですか。叫ぶ。忘れられない景色は昔長野で見た滝。得意料理は何ですか。冷製パスタ。バスタオルは何回使ったら洗いますか3回。3回。目玉焼きには何をかけますか。醤油。入学式や新学期で思い出に残っているエピソードはありますか。新学期だいたい誕生日が終わった直後でなんか誰にも言われなくて寂しいなって感じ。あるあるですね。口癖は
確かに。最近驚いたことは？ない。夜寝る前にいつもすることは何ですか？ああ、ホットアイマスク。次に取りたい資格は？ワインエキスパート。今度朗読劇を見るために心を得ていることはありますか？何も、もう聞きたいように見たいように見ればいいと思います。おすすめの旅行スポットは？旅行スポットはわからないけど、間に海ほたる入れるといいと思います。グッドポーズをした時に親指が反れるタイプですか？これって反れてる？反れてます、ね、反れてます。ちょっとそれ。お袋の味といえば？ハンバーグ。もしも1日だけ女性になったら何をしますか？え、ファッション楽しい。特殊能力を一つ授かるとしたら、どんな能力でどんなことをしてみたいですか？空飛んで、とにかく飛びまくる。どこまでいけるか。女性に作ってほしい料理ナンバーワンは？あなたが得意なものでいいですよ。何フェチですか？匂いフェチ。この世で一番怖いものは？ G。 平均睡眠時間は？6-7時間。最近よく使うアプリは？ LINE。 ずっと変わってないこれ。ここだけは譲れないこだわりはありますか？何に対しても。とりあえず自分にしかできないことをやりたい。タイムマシンがあったら過去未来どこに行きますか？未来。日課はありますか？ない。これダメだ。他人から言われた自分の印象で記憶に残っているものは？貫禄ないね。心霊現象にあったことはありますか？あります。お風呂に何分入りますか？最低30分。食べることと寝ることどっちが好き？食べること。尊敬する人は？いすぎる。どんな人に魅力を感じますか？自立してる人。癖はありますか？癖、あ、結構まごとき多い、うん、モチベーションの維持方法は？ライバルの芝居を聞く。長距離走と短距離走どっちタイプ？長距離。今やってみたいスポーツは？パルクールってスポーツ？パルクール。レッスンで印象に残っているものは？歌をラララだけで歌って感情を伝える、うん、悪役をやるならどんな悪役を演じたいですか？誰にも共感されない悪役。好きなお酒の種類やカクテルの種類などはありますか？ワイン。自分を動物に例えると何ですか？この間モモンガに似てるって言いました。表現がある人はどんな人だと思いますか？決められた尺の中でいかに遊ぶかをいじくり倒して。キノコ派ですか、タケノコ派ですか？あ、おかしな話。おかしな話。俺っ子は好きですか？え、見たことない。寝る時の姿勢は？横向き。得意な家事は？料理。10年前の自分に一言。お前10年役者続けてられるぞ。今の目標は？年内は YouTube をやめない。さあ、100問終了しました。100問答えた感想は？読み上げるの大変だったでしょう。お疲れ様でした。ありがとうございます。ということで、ありがとうございます。お疲れ様でした。やべ、答えられないの2つぐらいだったので。いかがでしたでしょうか？100の質問、なんかやってみると意外とあっという間ですね。確かにそうです。自分もあっという間でした。でも何一つ面白いもの答えられなかったんですよな。さあ、ちょっとまあね、いくつか気になった回答を振り返っていきたいと思います。はい。忘れられない景色、長野の滝。そうなんですよ。昔ドライブで長野に行って、一応ね、旅行先の宿に行こうとしたんですけど、その途中に大瀑布こちらっていう標識があって、僕もともと滝が結構好きなんですよ。だから、大瀑布だってちょっと行ってみようって行ったんですけど、連れて行かれたのが山で、で、なんかここからしばらく歩きますっていう看板があったから、なんかもっと気軽に見れると思ったのにな、思って歩いてったら、なんかね、急にね、山の山中だったのに開けたラピュタみたいな草原が広がってて、もうそれだけでまず感動して、どこに滝があるんだろうと思ったら、はるか彼方に滝があったの。もうその風景が幻想的で、また行きたいと思ったんですけど、なんか後々調べてみたら、ちょっと土砂崩れか何かで道がもう埋まって、しばらくちょっと復帰の目処が立たないということで、ちょっと今行けない場所になっちゃってるみたいなんですよ。それも込みで神秘的みたいな感じですね。そう、またいつか行きたいな。で、次に取りたい資格、ワインエキスパート。はい。これワインソムリエとはちょっと違うんです。ですね、ワイン、本当はワインソムリエを取ろうって思ったんですけど、僕じゃなれないちょっと理由があって、
ワインエキスパートとワインソムリエって受ける試験あとテイスティングは一緒なんですけど、それプラスソムリエは3年以上の実務経験をこなさなきゃいけないんですよ。なるほど。だからちゃんとワインを扱っているお店で、まあ販売売買とかでもいいし、レストランとかでやってもいいし、3年の実務経験がないといけないから、さすがに声優やりながらアルバイトも難しいだろうし、まあでもエキスパートとソムリエは一応資格としてはほぼ一緒なので、なんか取れたらいいなって。でおすすめの旅行スポット、間に海ほたるを挟んでなんでしょう、そんなに定期的に旅行に行くことはないので、だからいつも行くところみたいなのはないんですけど、ただドライブ夜中に急に行きたくなったりした時には海ほたるによく行くし、結構昔から自分がもう車を運転できるようになってからだいぶ頻繁に行くので、あそこは一度は行ってほしい。もうおすすめとしては夜に行ってほしい。ああ、夜景は、いや夜景ってかね、もう真っ暗すぎて何も見えない、そう、だから暗闇、ああ暗闇を楽しむ、それをぼーっと見てるとなんか生きなきゃなっていう気になる生存本能闇に生きるまあでも本当海のど真ん中だから、ちょっと怖い人には怖いかもしれないし、うん、でもどっかね、千葉に旅行に行く人はその間にサービスエリアなんで、そこによってまあ回転寿司食うもよし、いろいろ遊べるところもあるので寄ってみてほしいと思います。他人から言われた自分の印象で記憶に残っているもの、貫禄ないねいやこれはいつだったかな、僕がデビューして2年目ぐらいかなの時に、全然関係ない作品の飲み会があったところに、なんか呼ばれたんですよ。同じスタジオになんかブースが2つあって、片方ではアニメの収録をしてて、片方はなんかゲームとか全然別の収録をする場所があるんですけど、終わって出てきた時にちょうどバッティングして、そこに知ってる役者さんがいた時に、いやこれから飲みに行くんですけど行きます、え俺全然関係ないけどいいの、じゃあ行くって言って、まあ、混ぜてもらった時に、その作品の監督さんとお話ししてて、ああ小林さんって言うんですね、今年いくつなんですかって言われた時に、確か30だったのかなって、30歳ですって言ったら、 30! なんか貫禄ないっていうのを言われたのが未だにショックで、30代って貫禄出るものなのかな、まあでもあの時はまだやっぱね、知ってる人も少ないような場所だったからこそ、結構頑張って話を盛り上げようみたいな感じで、ちょっとテンション高めにやってたからそう言われたのかもしれないけど、でもそれ以降、もうちょっと落ち着こうっていうでもいいきっかけにはなったと思います。最後ですね、自分を動物に例えると何ですか、お盆が、いやこればっかり俺もよくわかんないぽいですかね、とあるイベントをやった時にそこについてくれたメイクさんがいて、でそのイベントの最中にお互いに何か2つのを考えなきゃいけないみたいなことがあって、だから何かを考えなきゃ、とりあえず自分の2つの考えようって思った時に、そのメイクさんの何回か入ってくださった方だったんで、僕ってどんなイメージ印象がありますかみたいなことを言った時に、あ僕私昔から小林さんモモンガみたいだなって思ったんですよ。どの辺がモモンガ、なんか顔が似てるって言われてて、そこですぐに検索したんですけど全然似てない本当あの人の感性だったんでしょうけど、独特いやでも生まれて初めて言われたから、もうだからこれからは何か言われたら、じゃあ僕モモンガにらしいですって言ってこうかなとは思っていました。いや本当後にも先にも絶対言われないと思う。それだけ印象的だった。はい、はい、ということで、はい、まあ、振り返りさせていただきましたけど、あ、はい、改めて俺あんまり面白みのない人間だなと思いましたということで、まあ、今回の動画はここまでとなります、はい、まあ、こういう動画をねこれからも定期的に上げていきたいと思いますので、はい、よろしければチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います、はい、ということでまた会いましょう、バイバイ。